うちのチャンネルとしては再チャレンジは受け付けてますので、出ていただけないかなとも思ってますけど、いかがですか。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。虎も志願者もマジで大募集。マジで。詳しくは概要欄から。待ってるよ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、過去に志願者で出ていただいた奥田隆さんにお越しいただいています。もう多分前の動画も見ていただいたと思いますけれども、うちのチャンネルの上半期流行語大賞の表彰で、ここにあります大変みすぼらしいトロフィーをですね、奥田さんに前回の動画でお渡しさせていただきました。で、今日改めて動画を撮っていますのは、じゃあそもそもあの時ってどんな状態だったのっていうのを、本当に率直に奥田さんに聞いていこうと思ってるんですけども、まず奥田さん、最初の質問なんですが、令和の虎のタイガーファンディングっていうのは今年の4月から放送されています。で、収録は3月だったんですけども、一番最初に本当に応募いただいたんですよね、はい、このきっかけをちょっと教えてもらえますか。そうですね、もともとマネーの虎が本当に好きで、はい、過去の同じものでも何回も見ていたんです、はい、おそらくそのつながりで、はい、岩井社長の動画、はい、家具職人の方の絵であったりとか、はい、いうのを見ているときに関連動画で上がったんですね。そうですね、はい、緊急告知っていうのがおそらくそうですそうですしておられて、はい、で、僕の中でこの見た時点で、これ同じのされるんちゃうかなって予感もあってですね、うんうん、でやはりそうだったんで、はい、で、ちょうど私もタイミング的に資金が尽きてきたところではあったので、はい、ぜひ一度ということで、はいはい、ご連絡をさせていただいております。はい、で、ご応募いただいて、割とトントン拍子に話は進んで、3月ですね、そうですね、収録ね、はい、まだ狭い部屋で虎がこんな風に並んでいて、はいはいはい、めちゃくちゃ多分暑かったと思うんですけども、はいはい、本当に多分どうでしょうね、2本目の収録ですね、志願者としては多分。そうですね、ですよね、はい、で、確か、奥田さんの後が例のプログラミングスクールの中澤さんだったので、はい、多分控え室で一回お会いされてるんですよ ね, すね、はい、彼もちょうど昨日来てそんなことをおっしゃってたので、多分そういう本当に一番最初に、実は1日3本撮りするんですけども、その3人の中のお一人が奥田さんだったっていうことだったと思います。ですから僕らもまだ全然慣れていない中でことが起こりましたね、中で。はい、皆さんももう本当にご存知だと思いますけども、奥田さんが何笑ってはるんですかっていうふうに言った相手の対象の社長が渡辺社長でした。あの時のなんか感覚をもう一回正直にお伝えいただいてもいいですか。そうですね、やはりこう論点と違うところの質問を何度かされておられる中で、はい、私もやっぱり人生かけて生きていたので、うん、やはりこうその中でできるだけのことを伝えようとしている中で、はい、何度かこう同じような仕草というか、うん、どうしてもこう気になってしまってですね、うん、でもやっぱりもう僕もガチだったし、はい、社長もやっぱり真剣にしておられたので、はい、ああいう形が出たと思うんですよね、はい、なのでそれがこういった形でこう皆さんに見てもらえたのかなという形では思うんですけども。なるほど、まあ、決してやらせとかでもね、はい、はい、やらせであれやったらすごかったですよね、はい、はい、本当に何も考えず自然に出た流れでですかね、はいはい、うん、実はこのね動画を撮る前に奥田さんと小一時間いろいろと喋ってからこれ撮ってるんですけども、はいはいはい、奥田さんあんまりもう見られないじゃないですか、はいはい、ね、で実際実は奥田さんの動画が一番再生されていて28万回超えてるんですよって。びっくりしました。びっくりですか、やっぱり。そうですね、はい、びっくりですね、はい、行って10万回ぐらいなんだろうなっていうふうに思ってたので、はいはい、まあ、それも含めて、まあ、もう嫌っていう感じで、うん、はい、思っていたので、まあ、でも奥田さんにとっていいことか悪いことか別としてこれも申し上げたんですけども、やっぱり虎と志願者とのバトルみたいなものですよね。あれを多分望んでいる視聴者の方がいかに多いかっていうことがなんか図らずも証明されてしまったような感じだったと思うんですよ、ね、はい、で奥田さんがねああやってまあ切れてという言い方をしたら失礼かも分かりませんけども、なったことについては事象は別としてですよ、これもさっき言ってたんですけど、僕もこんな気性の人間なんで、もし同じような環境にあった時に
僕も同じような形になったかもしれないなと実は思ってるんですよね。はい、なんかほんの一つのボタンの掛け違いでこういうことってやっぱ起こるじゃないですか。なんで僕もしこれから先にね、分かんないですけど、奥田さんと渡辺社長が会える機会が万が一あったらどっかでね、でね、握手していただいて、そうですね、会える機会じゃないところでお会いさせていただければ、はい、多分いろいろ勉強させていただくことも多いと思うんです、はい、やっぱタイミングと、はい、いろんな空気と、やっぱ僕最終的にはやっぱり僕も違う立場で、あっちの立場で、はい、あれ言われて別のもののこと知らなかったら、じゃあ何質問しようってなって、やっぱりああいう形にもなるのかなっていう、やっぱね、自分のプレゼン能力がなかったんだなっていうふうに最終的にはやっぱ思ったんで、なので機会あればね、はい、ぜひ握手一度ですよね、させていただければ、はい、一回、ね、渡辺社長連れて大阪に行ったら会ってくれますか。はい、ぜひね、はい、はい、ぜひお願いします。で、これもさっき聞いてたんですけど、そうは言ってもやっぱりまだやっぱりベトナムっていうことを奥田さん諦めてないんですよね。そうですね、うん、これは僕の中ではもう絶対的にあるんで、はい、なんか番組ではたこ焼きたこ焼きっていうのが出てましたけども、はいはい、あくまでたこ焼きっていうのは多分ベトナムにおける一つの奥田さんの手段に過ぎなくて、そうですね、まあとにかくベトナムに対する憧れが強い。そうですね、はい、実は収録の後今日に至るまでにも一回行かれてるんですよね。そうですね、はい、はい、何がいいんですかベトナムって。やっぱりこう昭和時代の日本があるというか、はい、可能性とか活気とか、はい、ゴミとか普通にもその辺みんな掘ってますし、うん、まあ日本で今やっぱりね、こういう SNS とかいっぱいありますけど、はい、そういうのでこう固く縛られてる感がやっぱり少ないので、なるほど、まだまだこうチャンスが多い、うん、街はやっぱり汚いんですか。あ、まあ綺麗にしてますけどね、でもその感覚として、はい、僕は子供の頃は別に、ね、気にせず掘ってたじゃないですか、うんうんうん、今ってやっぱりこうそれは綺麗にされてる、はい、そういう感覚というか、エネルギッシュというか、うん、そういう感覚がいろんな可能性を感じさせますし、やっぱり、はい、まあ、日本の高齢化とか考えると、はい、この日本じゃなくて東アジアっていう、はい、ところ全てを考えて、うん、ここから先は、はい、成り立っていくんではないかなっていうのがあるので、やっぱりちょっと話を飛躍する感じ、サッカーの本田さんとかもやっぱりカンボジアに行かれたっていうのは、はい、うん、はい、やっぱりね、なんでカンボジアなのかって考えた時、これからやっぱり10年後、20年後、30年後の日本のサッカーを考えた時にあそこに行かれたと思うんですよね、うん、はい、サッカー、アジアのサッカー発展させようと思って、うん、はい、それを考えるとやっぱりまあ、ベトナム含むカンボジアとかラオスとか、はい、そういうアジアに僕はすごく興味があるので、はい、あそこに拠点を築いて何かしたいっていう。今までの人生で都合ベトナムにはどのぐらいの年月いたんですかね。6年ぐらいはいると思いますね、うん、はい、回数としては何回なんですか。回数ですか、はい、回数はもう20回、30回ぐらい。そんなにやっぱり行ってるんだ。そうですね、長い時はもうビザ、長いビザ取ってる、はい、ずっと、はい、いますし。今まで行った中で一番長く滞在したのってどのぐらい滞在したんですか。一番長い時で2ヶ月、31ヶ月ですかね。で、1回帰ってきてもう1回ビザ出して、はい、またすぐ行ってっていう。ちなみにベトナム以外の国にも結構行かれてるんですか、今までに。そうですね、アジア、ベトナムから行こうと思うとやっぱり近いし、安いので、はいはいはい、そのアジア関係はカンボジアだったりタイとか近いところっていうのは滞在中によく行ってましたね。今実はね、はい、令和の虎にタイに拠点を構えてる、はい、安藤社長とかいで、はいはい、で彼はやっぱり東南アジアのことをすごく興味があって、はい、これから東南アジアだっていうふうに思ってらっしゃる方なんで、ね、一回ぜひ安藤社長にも会わせたいなっていうそうですね、はい、きっとねどこかで何かで話が合うと思うんですよね。あ、そうですね、はい、まあ、はい、とにかくあの頃ってね、まだ始まったばっかりで初期の社長たちが並んでいて、まあ、社長と志願者とのそのなんていうのか相性みたいなのもあるので、結果的にね、渡辺社長とはああいう形になってしまいましたけれども、まあ、それが全てでは本当にないと思っているので、さっきくしくもね、奥田さんも言っていただいたように、渡辺社長ともどこかで紹介する日も来た方が嬉しいなと僕も思ってますし、また今の安藤社長の件もそうですけれども、一度ご紹介できる機会があればいいなというふうに思っています。これは全然僕が強要することでもないしお願いすることでもないんですけども、いつかベトナムに関する何か渡
たビジネスアイデアが生まれてきたら、あのうちのチャンネルとしては再チャレンジは受け付けてますので、あの出ていただけないかなとも思ってますけど、いかがですか。そうですね、今度は頑張ってしょ、はい、はい、チャレンジしたいと、はい、実は、はい、あのさっき話した時にね、はい、あのこんな話出てどうですかって言ったら、いやもう今度は自分の管理やりますよっていうふうにあの言われましたんで、あのそれもそうだと思いますよね。はい、あのまあ、あの奥田さんが今45歳ですか。そうですね、今そうですね、はいはい、あこれ年齢言っちゃいけなかった。あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、あのまあ43ですか、失礼しました。はい、あのまあ僕はあの本当にね、一回り以上の上の人間で、まもなく還暦になってしまうんですけども、僕のその当時っていうことで考えると、まだまだ奥田さん人生これからですよ、本当に、ね、ちょうど僕がマネージャーとかに出てた時代です、その年齢って。なのでまだこれから一花も二花も咲かせられると思うので、はい、あのなんか僕にできることがあればぜひあの個人的にもあの支援させていただきたいなというふうに思ってますので、もう本当にあの今日ですね、こうやってあのわざわざあの遠いところをあのご自身の足を使って来ていただいたことに関してはですね、もう感謝の言葉しかなくてですね、あの本当に良かったなというふうに思っております。ありがとうございました。はい、まあ、皆さんあのそんなことでですね、僕たちはあの同じ人になった志願者の方々とも、できる限りこうやってつながっていこうと思ってますし、あのまた何か奥田さんに進捗があれば、僕の方なり奥田さんの方なりからご報告ができる日が来るかも分かりませんので、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。本当に奥田さん今日はありがとうございました。どうも。トラと志願者を大募集。詳しくは概要欄から。